繰り返しすみません、 BS の元です。これ国政の方、日本維新の会の方の話になってしまうかもしれないので、ちょっともし質問としてずれていたら、それは違いますとおっしゃっていただきたいんですけれども、堀井健二議員の件です。厳重注意というふうなことで、すでにも藤田幹事長の方から出ていたかと思うんですけれども、この受け止めのようなものがもしあれば教えていただきたいなと思います。はい、すみません、ちょっと事案自体があまり聞いてないので、そこは藤田幹事長が判断して進めていることだと思います。はい、そしたら2番目と。テレビ朝日の下村です。斉藤知事のことについてお伺いしたいと思っています。吉村知事が直接斉藤知事に辞職を求めるよう説得をされたということですけれども、その後続投の意思表示をされました。このことについてどういうふうに受け止めていらっしゃいますか？残念に思います。ここは間違っていることは間違っていると素直に認めて、僕は辞職すべきだというふうに思います。それが斉藤知事としてすれば違うという判断だということだと思います。ですね、明日維新の会以外の全会派が斉藤知事に出す要望書の原案が今こちら手元にあるんですけれども、その中で指摘されている点について少し伺わせてください。要望書で斉藤知事は文章が嘘800ではないということが明らかになったにもかかわらず、文章に真実相当性がないという従来の考え方を変えることなく頑なな姿を取り続けているというふうに指摘をされています。吉村知事は先日パワハラについては真実相当性があるといったようなご指摘をされていますけれども、その考えに変わりはないでしょうか？はい、変わりはありません。やはり知事、すべての予算権、そしてすべての職員の人事権を持っている知事が、この職員との会議中に物を投げたり、あるいは聞いてないということで机を叩く、こういうことは僕は絶対やっていけないことだと思いますし、もしこれを僕がやったらこれはもうパワハラに当たると思います。でそういった行為がもうあるというのが分かっている前提でこの告発文書が出てきました。そしてそこには自身のパワハラに関する記載がありました。でその自身のパワハラに関する記載、百条委員会でもさまざま議論出てますけども、かなりその評価悪いにしても事実とすればやはりそれに近いところが多くあるし、そして自分自身に関することでもあります。だから斉藤知事自身に向けられたパワハラのことを、もうそれは全くないと、その誹謗中傷文書だと最初に決め打ちをして、公務員失格だと、懲戒処分について触れるというのは僕は間違った権利執行、権限執行だというふうに思っています。なのでそのパワハラのところを見ただけでも、これは一定真実があるんじゃないかと、そして自分のことですから、いろんなものを投げたり机を叩いたりする、あるいはその、声の大小あるかもしれませんが大きな声が上げているということもあったりする中でですね、自分のパワハラに関する記載があるんだったら、そこはやっぱり素直に認めて、ここは第三者に調査をしてもらうだとか、やり方、自分で判断をして、事実ではないと、そして公務員失格だというふうにして、ある意味、握りつぶすというようなことは、僕は権力者としてはやってはいけない行為だというふうに思います。さらにですね、この要望書の中には専門家からも公益通報者保護制度の運用に関して県は今も違法状態と驚くべき指摘もなされているというふうにあります。具体的には外部の公益通報者に身内で調査を行うなどの不利益な扱いをする県の体制が法令違反に当たるというような指摘です。この県は今も違法状態だというこの指摘、知事はどういうふうに受け止めていらっしゃいますか？これは僕は外部公益通報に当たると思います。ですので、その作成者の探索はするべきではなかったというふうに思っています。むしろその中身の調査をすればよかったものであって、誰が作成したかというのを調査する必要も僕はなかったというふうに思います。ただ一方で兵庫県の当初の判断とすれば、その公益通報、外部になされた公益通報という認識ではなかったわけですから、それを前提として僕は考えているんですけども、じゃ前提として外部公益通報でないと、そこで評価の法的評価というのはあると思いますので、じゃ外部公益通報でないという文書だという前提で
判断したとしてもですよ、したとしてもその文書の中にはやはり自身のパワハラの記載があり、そして百条委員会でのいろんな証言と自身の証言も含めてある中で、やはりそのパワハラのところがある以上、そして百条委員会でいろいろ明らかになっている事実も含めて考えると、当初一番初期の段階でこれは誹謗中傷性の高い文書で、嘘800を含む文書で、そして公務員失格だと、懲戒処分にするということも検討するというようなことを知事が本人がある意味第三者に調査をしたり、あるいは客観的な調査をすることなく結論付けてしまうということは、僕はやはりここはもう間違った権力執行、権限執行だと思っています。でその後のもう方向性もそこで決まったと思いますので、やはりあそこのところは仮に公益通報でという頭がなかったとしても、そういう考え方がなかったとしても、出てきた文章を見たときに、やはり自身のパワハラのところで引っかからないといけなかったと。でそこは本当に何もないなら引っかからないかもしれないけれど、でも物を投げたり机を叩いたり、あるいはその大きな声、まあ、これ大小あるかもしれませんが、そういったことも証言で自らもやっぱり言っている中でですね、ここはやはり自身に向けられたパワハラというのがあるんであれば、そこはこの文書についてきちんと客観的に調査していこうというふうに判断すべきだったと思います。ただそれがそうはせずに、もうこれは嘘800を含む文書で、誹謗中傷性が高い文書で綱紀粛正をすると、そして実際に懲戒処分にも触れると、知事がそれをやってしまうといけない。で僕はやっぱり知事というのは全ての職員の人事権を持って、そして予算権も持っているという立場をよく考えなければならないと思います。そういう立場を考えると、やっぱり職員がいるところで、もし僕がこういう例えば府選であったり、府選の不相当さとか副知事と知事とちょっと違いますけれども、例えば僕が職員との会議の中で何か物を投げたり、あるいは机を叩いて聞いてないとかいう話をするとですね、もう職員は完全にフリーズすると思いますし、思考停止になると思いますし、その後知事これは間違ってますよっていうようなことも進言もできなくなってくると思います。その多分積み重ねが今回の文書でも僕はあったんではないかと思ってますし、その文書において周りの幹部が進言すべきところをやっぱ進言しないところがあったというふうにも思います。で最終的にはやはりそこの、知事自身の向けられたパワハラとのところが記載があるにもかかわらず、もう極めて初期の段階で結論を出してしまった。そして特定の職員の作成者を特定して、そして公務員失格だと、懲戒処分に触れるということをしてしまうと、組織としてやはりこれは何も言えない組織になってしまう。これはやっぱり良くないというふうに思いますし、知事としての権利執行、権限執行としてはやはりそこは間違ってたと思います。なのでやっぱりここは間違ってたというふうに認めて辞職するべきだというのが私の考え方です。まあ、そういったことを斉藤知事にはお伝えをしました。県の体制自体が法令違反だというふうに指摘を受けている件については、斉藤知事はどういうふうに受け止めるべきなというふうに考えますか。まずこれを外部公益通報だというふうに今振り返ればこれは外部公益通報だったというふうに認識をすれば、これはやっぱり法令違反だというふうに思います。でそこも斉藤知事は今そこは認めておられませんので、そこも僕は違うというふうに思ってます。すいません、最後にこのね中にはですね、不信任決議案の提出を示唆するような内容も書かれていまして、まあ、もし解散権を行使した場合、この知事選の18億円だけではなく県議選の16億円がかかることになってくると思います。今回のケースにおいて斉藤知事がこの議会の解散権を行使することは適切であるのか、そして県民の理解は得られるというふうに思いますか。県民の理解は得られないと思います。県民の理解を得るんであれば、やっぱり間違っていることは間違っているということをやっぱり認めて謝罪して、それが全く、そこがやっぱり一番大事なところだと思います。今の状態で僕は県民の理解は得られないというふうに思います。議会を解散するかどうかは斉藤知事の判断ですから、ちょっと僕は何とも評価できないですけれども、今の状態のまま議会を解散する
そして、県民の理解が得られるのかというと、僕は県民の理解が得られるものでは全くないというふうに思います。先ほどから謝罪をすべきだというふうにお話をしていましたけれども、斉藤知事からは先日道義的責任が何かわからないといった看過できない発言が飛び出したというふうにこの要望書にも書かれています。また知事という職責を果たすためには法令遵守は当然のことながら、人として守るべき倫理や道徳といった道義的責任がより強く求められるが、知事の発言からは道義的責任を有している態度を見出すことができないと指摘されています。告発した職員の方は亡くなっています。吉村知事は斉藤知事に道義的責任はあると思いますか？道義的責任はあると思います。で、告発された方も背景事情はこれ分かりませんけれども、亡くなっているという事実もあります。そして今県政が混乱しているという事実もあります。この結果に対する僕は道義的責任というのはあると思います。で、我々っていうのは、政治家っていうのは、もちろん法律に基づいて執行するのは当然なんですけれども、やはりそれだけではなくて、裁判所ではないですから、我々は裁判をしているわけではありませんので、法律に基づいて行政執行するのは当然なんですけれども、政治家という立場であれば、これはやはり結果に対して道義的責任を負うというのは僕はもう間違いないというふうに思っています。他ありますでしょうか？じゃあ ABC さん。ABC テレビの宮本です。続けて斉藤知事の件についてなんですけど、これちょっと府政の今後の方で伺った方が良かったかもしれない話なんですが、贈答品の件で兵庫県の百条委員会でもですね、贈答品リストといったものをもとに話議論が進んでいるかと思うんですが、これが今保管とか使用の確認が取れただけで137品目ということでした。これは同じく吉村さんのですね、知事という同じ立場として感覚的に多いか少ないか、こういったこの品目数のことをですね、どのように評価されますか？僕自身は贈答品のところについてはそこまで問題だとは思っていないというのが正直なところ。問題だというか、実際その多いか少ないかでいうと、やはりいろんな原産品の視察であったり、そういったところに多く行く機会が多くあれば贈答品というのは増えると思います。僕自身はあまりこう 原産地に行かないという、行く機会はあまり多くないんですけれども、やっぱりその原産地に行く機会が多い知事さん、あるいはそういった都道県の特性ともあると思うんですけれども、そこに行けばやっぱりお土産であったり、知事さんどうぞこれ食べてくださいとかってやっぱりなりますんで、そこについて全くこれは私はいりませんっていうのもやっぱりちょっと違うと思うし、知事という立場で原産地に行った時にいろんなもの、原産品をその当事者の方からお土産であったり受け取るっていうのは、これはあることなんだろうと思います。で、なのでちょっとそこだけ見て数が多いとか少ないとかというのを判断するのは少し違うのかなというふうに思います。で、極めて何かこうね、もう確かにもう原産地の人がそのことを話をしてないのに希望するというか、おねだりするとかというのは普通はないと思うので、そういったことなんていうとまた別の話だと思います。原産でそれをいうふうに希望されるとなかなか、ね、拒否しづらいでしょうから、原始の方は。なのでちょっとそこのちょっと背景はちょっとよく分かりませんけれども、普通知事が原産地にいろいろ出張行く機会が多いのであれば、それは、それが当然増えてくるのかなというふうに思います。またいろんな産地産品を PR したいという知事さんであれば、当然受け取るものも増えるんじゃないかと思うの思います。なのでその一つがちょっと多いか少ないかっていうのは、あまりそこはちょっと違うんじゃないかなと思ってます。だから僕はどっちかというとパワハラであったり、権利執行、権限執行、そして最初の文書が出てきた時の対応、もうそういったところの方に問題があると思っています。ありがとうございます。今
おっしゃられた、まあ、その贈答費を受け取る際の話ですけれども、吉村さんはですね、そうやって受け取る際になんか気をつけていることとかってあるんでしょうか。例えば、まあ、今回百条委員会で斉藤知事が言われているのが、その自分一人で持ち帰っていることが、まあ、結構多いとか、そういう指摘も受けてますけど、そういう、まあ、もらったものの処理の仕方といいますか。まずあのマルシェとかやってるところにイベントで行くときはあのお金を払うようにしてます。あのもうともう知事持ってって持ってってってよく言われるんですけど、いやもうここは僕はお金払いますからって言ってあのお金を払う場合が払います。でもあれマルシェって結構数多いので、あの正直満タンになるときあります。あのもう途中で止まられへんのですよ。あの こっちもおいでよみたいになって、でもそこでもらうのはやっぱり良くないので、あの売り物ですからね、あの皆さんはお金払って買ってるわけだから、いやこれ買っていきますよとか言うと、もう本当にあのもう1万円近くなったりとかするのは あります、で あとはだからその時は必ずお金は売り物についてお金を払うようにするというふうにこうあの決めてます。それからあとはその多いのは、僕あんまり皆さんは僕の日程皆さん全部把握してますからご存知だと思いますが、あまりこう原産地に行くっていう機会は少なほとんどなくて、あの多いのは海外の要人が来られるパターンが多いです。あの総領事であったり大使であったり、でそういった方々はあので多いのはやっぱり お酒ですね。お酒が多いですね。ワインとか結構ご当地のそういったものについては僕は持って帰るようにあのしてます。ちょっと置いとくわけにもいかないので、ただ置物とかそういうのはあの役所に置いとくいうことぐらいですかね。だから生ものとかをいただいた時っていうのはあの自分でやっぱりあの受け取ります、うん、でそれ以外は、まあ、特に意識してる、そんな機会があんまり多くないですね、僕 の業務において。で、あの枝豆とイチジクとブドウは原産地の市長さんから毎年ちょっといただいてますので、それはあの SNS でアップしたりをしています。でそれ以外はもうあんまないですね、うん、原産地に行くかどうかだと、まあ、知事の仕事だと思うのは原産地に行く機会が多い知事は多分そういうのを受け取る機会が非常に多いと思います。で、なんか郵送でなんか送られてくることはほとんどないです。ありがとうございます。すいません、他ありますでしょうか。朝日新聞の未来です。あの先ほど共同代表があの外部通報に外部公益通報に当たるというあの見解を示されたと思うんですけれども、あのこの文章はあの3月の話でして、あのこのようにこう認識されたのはあのいつの時点だったかというのを教えていただきたいのが1点と、あと先ほどの法令違反しているということの見解も示されたと思います。これはあの公益通報者保護法に違反しているという認識なのかどうか、で そうだとするならば、それはあの告発者の探索の部分についてのことを、持っておっしゃっているのかというのを教えてください。はい、まずあのその外部公益通報かどうかの判断基準というのは、その通報がなされた時点での判断になりますので、これは法的評価があると思います。で、あの兵庫県の顧問弁護士はそうじゃないという判断だと、兵庫県の判断はそうじゃないという判断、これは法的評価ですから、ちょっと今の段階で何が正しいかというのは結論出すものではあのできないと思うんですね。最終的にはもう裁判所になるのかなと思うんですけれども、まあ、兵庫県とすればあのそう判断している。で、その外部 あの百条委員会に呼ばれた先生たちは、いやこれは違法だという判断をしている。だから法的評価というのは分かれるところなんだろうと思います。で、僕自身があの思うのは、この判断基準というのは当然あのその時点で判断すべきことなので、後から出てきた事実をもって真実相当性を判断するべきではないと思っています。じゃあその時点での判断っていうのを考えたときに、あのやはりあの百条委員会からもう僕が思ったのは、百条委員会でのいろんな審査、あるいは副知事の証言、知事自身の証言っていうのを考えたときに、あの見た全部見ました。でその時にやはりその知事へのパワーハラスメントの記載、これは知事自身が経験していることですから、その記載がある文章を見ると、これは一定真実を自分のことだからあまり認めたくないとあると思うんですけど、やっぱり真実相当性があるんではないかというふうに判断しなければならないんだろうというふうには思います。自分以外のことだけ書かれているのは分からないと思いますよ。
例えばそれ以外 の項目でもちろん知事のことが書かれていることもありますが、むしろ知事以外 の側近 の職員のことが書かれている項目の方が多いとは思うんですが、そこは実際にその側近の職員に聞いて違うというふうに確認したということなんですけれども、自分が経験してないことは確かにわからないんだろうとは思います。でもパワーハラスメントの記載のところはまさに知事自身のことについて記載されている。そして百条委員会で明らかになったっていうのはいろいろ僕も認識して、先ほど申し上げたようなことっていうのは知事自身が経験していることですから、であるならばその書面を見たときに、いやこれは調査するのであればやっぱり外部公益通報として判断しなければならない、まあ、一定真実性があるのではないかというふうに判断しなければならないんじゃないかと僕自身は思います。全くパワハラのところも身に覚えがないようであれば別だと思うんですね。それも完全に本当に事実もこのことを書かれているというのであればそうじゃないかもしれませんが、でもあそこに書かれていることっていうのは百条委員会で、まあ、パワハラの評価はもちろんあると思うんですけれども、一定事実をすればそれに近いところがやっぱり出てきていますの でしかも先ほど申し上げた通り、そのいろんなものを投げるとか机を叩くとかっていう行為が自分でもやっていることはもう分かるわけですから、であればパワハラのところ自分に向けたパワハラって本当に認めたくはないところだと思うんですし、とは思うんだけれど、でもその記載がある以上ですね、まあ、他の項目が第三者他人の側近のことが中心であったとしても、やはりこれは一定きちんと調査しなければならないんじゃないかと、真相造成があるんじゃないかというふうに判断できる材料はあったと思います、斉藤知事自身に。なので外部公益通報として扱うべきだというふうに思います、調査するのであればね。もう一つは僕思うんですけど、調査しないという選択肢もあったと思うんです。これいわゆるその兵庫県の内部通報窓口に最初通報されなかった中身で、メディアであったりあるいは議員であったりになされたもので、まあ、知事自身は民間の方から取得したというふうにおっしゃってましたが、それをどこまで調査する必要が兵庫県として必要性というか、それがあったのかなと。むしろメディアの皆さんね、もしそういうのが来る時でいっぱいあると思うんですよ。怪文書も含めてメディアの皆さん受け取ることたくさんあると思うんですけど、そこはちゃんと裏取りせずに報道したら名誉毀損になるじゃないですか。でそこはちゃんと調査して報道する時はちゃんとやっぱり一定真実と信じるに足る相当な理由がなかったら皆さんも名誉毀損になるわけで違法になりますから、いろんな怪文書って、いやそれは僕もいろんなこと言われてると思いますけれども、皆さんのところに来ることもあると思うけど、やっぱりそれは一定調査して、これは事実かどうか真実かどうかっていうのを調査して外には出せない。で今、まあ、SNS だからいろんな確かに根拠なく発信されることはあるけども、それもやっぱり法ルールに従えば違法行為になるわけだから、兵庫県としてそれは直接受け取ってないものをどこまでこうなぜ最初調査したのかということはちょっと疑問に思ってます。逆に言ったら僕もいろんなところが怪文書のようなものがたくさん あるんでしょうし、まあ、でもそこがあったからといってじゃあ調査するかなというと、全く身に覚えがなかったら調査もしないし、動きを取らないとは思うんですね。内部通報の窓口に来たら当然別ですけど、そうなってくると、ただそれは最初やっぱり証言とかいろいろ聞いてると、いやこれは誹謗中傷性の高い文章だと、でこれが広がるのは良くない、そして第三その文章の中に職員の名前とか他の企業さんの名前が入ってて、これは絶対に良くないということで、こういったものが広まると良くないということで調査された。つまりそこは外部通報というよりは、誹謗中傷性の高い文書が流布されているのではないかという形が調査の端緒だったと思います。であるとしてもっていうのが僕の見解なんですけども、であるとしてもその最後のパワーハラスメント、自身に向けたパワーハラスメントのところ、ここはやっぱり一定事実評価はあっても事実に近いところが結構あるので、であるならばもしそれを調査を外部公益通報として扱わずに、いきなりまず作成者の探索から行うのはこれは違法行為になるんだろうというふうには思います。でその認識は多分なかったと思います。誹謗中傷性の高い文章だと
というところから始まったと思うんですが、しかも知事からするとやはりその自分以外の人が誹謗中傷されているというふうに判断したと、これはやっぱり良くないということでやられたということは、その気持ちは分かるんですけど、でもやっぱ僕はパワーハラスメントの記載項目、あれを知事として見たときに完全に、いや、やっぱり自分の中でどっかのストップのキーがかからないのは僕は間違ってると思うし、そこである意味その探索者を、作成者を探索をして、そして、極めて初期の段階で、公務員失格であると、公期粛清する必要があると、懲戒処分を検討するということを言ってしまうと、もうこれは結論出ますんで、それはやっぱり最高、組織の中の最高権力者としてはやっぱりやってはいけないことだというふうに思います。そこからも全部やっぱその後その通りになっていってるわけですから、現実に公益通報の結果が出る前に懲戒処分をなされている、それ知事が懲戒処分っていうのを言ってしまうと、これはそっちの方に組織は動くんだろうというふうに思いますから、あそこはやっぱり自身のパワーハラスメントの記載があるっていうところでちょっとストップはかからないと、かけないといけないところだというふうには思います。誹謗中傷文等として扱ったとしてもね、で今評価とすれば僕はそういうふうに思います。だから兵庫県の当初の判断とすれば、そもそも外部公益通報ではない、その頭も多分なかったというところがスタートだったと思うので、だとしても知事としてのやっぱり権利執行、権限執行としては百条委員会で出てきている事実があるのであれば、そしてパワハラの記載がある以上、やはりここは立ち止まるべきで、第三者による調査とか客観的な調査をすべきだったというふうに思います。先ほどの質問がありましたけれども、明日で県議会の全会派が辞職を知事に対して要求するという、異例の事態になるわけですけれども、斉藤知事は続投の意向を示しています。こうした異例の状況にあって、その知事を続投するということが適切なのかどうか、協代表のお考えをお願いします。今の斉藤知事自身の説明では、やはり続投するのは適切でないというふうに思います。で、副知事が言ってましたけれども、これはクーデターというのがメールのやり取りであったというような話も証言をされていました。で、斉藤知事自身は実際改革も実行されています。県立大学の無償化、教育の無償化だけではなくて、天下り改革であったり行財政改革を実際やってます。で、やったらやっぱりいろんな批判、組織の中からの反発もこれは当然きます。で、我々もそうですけど、こういった改革をやるときはそれに反対する職員からある意味転覆させようというような動きが出るのは、これはもう普通のことでもあります。普通のことというか、よくあることでもあるというふうに思っています。で、そういった背景事情があるかどうかはちょっとまだ分かりません。このクーデターというメール のその証言、表に出てるのはそれだけ、です。なので、これは僕が今出てる事実から言うと、僕が今こうやって記者会見で話している通りなんだけど、それ以外の事実があるんであれば、やっぱり斉藤知事自身がもう自分の言葉で全てやっぱり説明すべきだと、全てっていうか話をするべきだと思うし、もし、ね、メディアの皆さんが取り上げてもらえないということであれば、今は SNS もある時代ですから、自分の言葉で今回の件の背景も含めてこういうことがあるんだっていうことをやっぱり真摯に訴えていかないと、真摯に訴えていくというか、本当にその全てを明らかにして、もし今の事実が全て明らかになっていないのであれば、やっぱりそれは自分の言葉でやっぱ語ることをしないと、今出てることだけからすると、僕はやっぱり、パワハラの記載も含めて、知事としての権利権限執行も含めて、県民の理解を得られるものではないと思います。そして現実になかなか今進まない状態にもなってきているというふうにも思いますから、続投をするというような状況ではないだろうと思います。皆さんが報道するのと同じぐらいの力量で説明を尽くしたり、何か背景違うことがあるのであれば、そういったことをやったり、自分の考えというのを示していかないと
今のままでは今の、まあ、我々もそれ分からないわけですから、まあ、そのあたりについて、まあ、なので、まあ、そういった意味ではもう今の現状を考えるとそういったものをトータルで含めて見たときに県民 の, 信頼を得られるものではないというふうに僕は思います。そしてその議会の信頼も得られるものではないだろうというふうには思います。すみません、他ありますでしょうか。じゃあすみません、さっき、はい、読売テレビの古瀬です。よろしくお願いします。と兵庫県知事の件で2点お伺いいたします。自民党が不信任決議案を提出する方針を固めたという報道がありましたが、こちらに関する受け止めをお伺いしたいのと、今後提出される場合に、共同で提出することになるのか、それとも提出された際に賛同する形になるのか、今後の維新のスタンスについてお伺いします。まず斉藤知事自身がもう今後も今の状態をこう継続して、そしてということなのであれば、まあ、我々としても不信任を出すということになると思います。で自民党 の,、まあ、不信任、これは自民党も当然推薦したわけですから、その不信任の理由も伏して、まあ、不信任を出すことになるのか、ちょっとそれは自民党判断なので僕があまり言うことではないのかなとは思ってます。なので他党がどうというよりは、我々維新の会もやはり選挙において推薦をした事実もあります。もちろん維新の党員ではないけれども、推薦した事実がある、その中で、こう今現状に対してどのような行動を取るのか、そこはやはり明確にする必要があると思っています。不信任案を、決議案を出すということになれば、やっぱりその理由もきちんと付して県民の皆さんに説明する責任があるというふうにも思っています。なので手続き的にちょっとどうなるかまでは話はしてないんですけれども、僕が大事だと思うのはやっぱり日本維新の会として、そして実際の兵庫県議団ですけれども、日本維新の会、兵庫県議団として不信任案を出す以上、その理由をきちんと明確に兵庫県民の皆さんに伝える必要がある。でこれは我々も推薦もしたわけですから、その責任があるというふうに思っています。なのでどこか他の政党が出したものに賛成して賛成討論だけで終わるというのは僕は違うんじゃないかなとは思ってます。ちょっといろんな調整があるので、議会調整がありますから、まあ、それは全部含めてやるんだったらやるでもいいと思うんですけど、全共同でやるんだったら、そこら辺も議会ですから議会に任せますけれども、僕が大事だなと思うのは、日本維新の会として、不信任案を出すのであれば、その理由というのをきちんと兵庫県民の皆さんにも説明しないといけない、まあ、そういった意味では出す、日本維新の会として出すか出さないのか、そして出すとするのはその理由、これを兵庫県民の皆さんにきちんと議会を通じてお伝えする必要があると、説明する責任があるというふうに思っています。ありがとうございます。最後に2点目なんですけれども、今後出直し選挙があった際に維新として推薦するというお話はあり得るのかどうか、お考えをお伺いしたいです。今の状態だったら難しいと思います。なので今回に至る背景とかいろんな事実関係とか先ほどの話ありましたけれども、まあ、我々としてもやっぱり納得ができるようなものではないと、まあ、いろんなこと、いろんな議員とかいろんな評論家がネット上で言ったりもするのはあるんですけども、もうやっぱり本人の口が語らないと、もし何か違う背景があるのであれば、今回取られているメディアを通じて映っている事実が真実と違うというのであれば本人が語らないと、これはやっぱりダメだというふうに思います。で今までその機会はあったと思いますけど、まあ、僕もやっぱりいろんなことを含めて SNS であったり自分の言葉で発信すべきだと言ってきましたが、まあ、それもなかなかあまり、まあ、僕から見るとそこまでなくて、そして百条委員会で話すということでしたけども、百条委員会の話を聞いても今のこの状態で、
ならば、うん、もう推薦できるようなものではないというふうには思っています。上山真一先生なんかがいろいろこう SNS で発信をされておられて、上山先生とは僕らも公務員改革を一緒にやってきた人なので、まあ、本当に裏側とかもよくご存知 の、まあ、そういった意見がいろいろ出されて、本当に深いところ読まれているのかなというふうなふうに見ていますけれども、ただそこもやっぱり本人の口から語らないとこれはやっぱり違うと思いますし、まあ、そういったこともない中で、今出ているやっぱり事実関係、そして百条委員会等で出ている証言等を含めて考えたら、まあ、我々としてそういう事態になった時に推薦できるものではないというふうに思っています。ありがとうございます。はい、すみません、他いいですか、大丈夫ですか。大丈夫でしょうか。ごめんなさい、ちょっと読売新聞の山本です。私の方から大きく1点ありまして、斉藤知事の関係とは別件になりますが、自民党 の総裁選挙について本日ですね、上川陽子外務大臣が出馬を表明されて、まあ、過去最多となる9人の方々が出馬を表明をされていて、例えば人物顔ぶれですとか、まあ、政策とか大体出てきましたけれども、なんかそこに期待する吉村共同代表が期待する人物像ですとか政策ですとか、この自民党総裁選どのように今見ているのか、その点を教えていただけますでしょうか。今までの自民党総裁選とは違う総裁選になっているなというのは肌で感じています。一方で、まあ、我々日本維新の会であり、私は共同代表でもありますから、そういった意味では野党こそが今本当に頑張らなきゃいけない、そういうふうに感じています。何かこの人がこうとかっていうのは今ここで、まあ、僕もいろいろ思うところありますし、知ってる人もやっぱ多くいますけれど、ここで人物評価は控えたいと思います。というのは、私は日本維新の会の共同代表であり戦う立場ですので、自民党と誰が総裁になってもぶつかっていきたいというふうに思います。最後に、これは知事としての立場もちょっと関わる部分ではあると思いますけれども、まあ、自民党総裁、まあ、今いろんな方が出馬表明されている中で、今後府政と絡む話としても万博であったり、それこそ IR であったりですね、知事が掲げますライドシェアですとか、国政府と連携をしていかないといけない大阪の課題というふうなのもあると思います。その大阪との連携という面では、どのように総裁選注目されているのか、お考えを伺います。はい、大阪でさまざま進めている政策、ライドシェアも含めていろんな政策を進めている中で、まあ、大阪でもそうです、まあ、政策進めていますから、まあ、それは知事としてもこの総裁選というのは非常に重要なものだというふうに見ています。それ以上のことを言えという顔はよくわかるんですけど、今ここで僕が言う話ではないんだろうというふうには思ってます。いろいろ考えるところはありますよ、それはもちろん。おおむね大体知ってる小林さん以外は大体知ってるか、話をしたことある人が多いかなとは思ってますけど、小林さんはちょっと直接はあんまり認識ない、まあ、だからそれぞれいろいろ本当にキャラクターをお持ちの方だと思いますので、まあ、それは自民党の中で決めることですから。なので、まあ、その自民党の中でなんかこう決めるっていうのもどうかなっていうのを思ってて、僕は実現はなかなか難しいのかもしれないけど、首相公選制でトップを国民が選ぶべきだっていうのが考え方ですけど、まあ、なかなか今難しい状況であるとは思いますが、この人がというのは目では見てないですけれども、やはり大阪の政策を進めていくという立場で、どの総裁があったらどうなるかなというのは常に頭のシミュレーションをしています。ありがとうございます。他各社さん大丈夫でしたでしょうか。はい、すみません、ありがとうございました。